スタートレックエンタープライズエンタープライズまたは USS エンタープライズはアメリカの SF テレビドラマスタートレックシリーズに登場する架空の構成館宇宙船である。なお USS とはユナイテッドフェデレーション・オブ・プラネッツ・スターシップを略した感染ット時である。なお劇中では同盟の宇宙艦が複数登場するため同盟の 各宇宙艦を区別するため、登録番号を併記したり、船名の後ろにアルファベットを付けて故障されることが多い。当記事では、宇宙大作戦の主役艦を初代エンタープライズ、その登録番号を受け継いだ宇宙艦をアルファベットで丸型艦、それ以外の宇宙艦を登録番号で呼ぶものとする。宇宙大作戦に登場したスポックとカーク、下部に映っているのが、 初代エンタープライズの模型エンタープライズは、九百六十六年放送開始の、アメリカの SF テレビドラマ、宇宙大作戦にて、主人公のジェームズ・ティー・カーク船長が指揮する、宇宙艦として初登場した。その後、続編にあたる、劇場版、第一作にデザインをリファインして、再登場を果たし、九百八十七年放送開始の、新スタートレックでも、 主人公のジャンリュック・ピカード艦長が指揮する宇宙艦として同盟の宇宙艦が全くの新デザインで登場している。宇宙大作戦に登場した初代エンタープライズは劇中においてカーク船長以前のクリストファー・パイク船長時代から惑星連邦宇宙艦隊の切り札、象徴的な宇宙艦と位置づけられていた。老朽化や消失などの原因で船体が破棄がされた。 場合、エンタープライズの名と、その登録番号、NCC-1701 を受け継ぐ、新たな最新型宇宙艦が建造され、襲名継承されていく。これは、アメリカの原子力航空母艦エンタープライズが、第二次世界大戦中の航空母艦エンタープライズの、名を襲名しているのと同様である。もちろん、宇宙艦隊には、エンタープライズ以外にも、 艦名を襲名している、宇宙艦は存在するが、登録番号まで受け継いでいるのは特殊な例であり、エンタープライズのみの措置であるとされてきた。ただし、スタートレック、ディスカバリー第3シーズンの舞台となる32世紀では、USS チホフ、USS ボイジャー、USS ディスカバリー等が就航しており、エンタープライズに限定した措置ではなくなったようである。 登録番号の NCC-1701 は、初代エンタープライズをデザインしたマット・ジェフリーズが、所有する小型飛行機の機体番号 NC-17740 にちなんだものとされている。窃盗時の NCC については、アメリカ所属の民間航空機の窃盗時 NC と、ソビエト所属の航空機の窃盗時を、組み合わせたもので、ジェフリーズは、 宇宙で何かをするのであれば我々は一緒にやる必要があると述べている。数字部分の1701については、ジェフリーズは当時の荒いテレビ画面で読み間違えやすい3、6、8、9は意図的に避け、残った数字で決定したと述べている。登録番号を決めた後、ジェフリーズは NCC-1701 を17番目の設計に基づいて建造された。 宇宙船の最初の一石という意味であると説明した。なお、後の作品では、宇宙艦隊所属艦のメンテナンスシャフトのことを、ジェフリーチューブと呼ぶが、これもジェフリーズにちなんだものである。すべてのエンタープライズに共通する特徴として、その時代の最新英宇宙艦である点が挙げられる。エンタープライズという名の宇宙艦が登場するシリーズは、22世紀を、 舞台とする、スタートレック、エンタープライズの NX-01、23世紀を舞台とする、宇宙大作戦と、漫画宇宙大作戦の、初代エンタープライズ、24世紀を舞台とする、新スタートレックの D 型艦があるが、そのいずれもその時代の最先端技術が詰め込まれた、宇宙艦隊の機関となっている。船体構造は、円盤型の第一船体と円柱状の第2、 船体に区分できる。第一戦隊には居住区、会議室、科学実験室、貨物室、バーラウンジなどがあり、指令室であるブリッジが第1戦隊の中央最上部の第1デッキに、インパルスエンジンが第1戦隊の最後尾に設置されている。第2戦隊は主要動力源であるワープコアを中心とした機関室、燃料である重水素タンク、 センサー券、スペースデブリ除去装置のデフレクターバンなど、宇宙間のワープ工法に、重要な機関が詰め込まれている。ワープコア内の、半物質反応で得られた、莫大なプラズマは、ワープコア背面から伸びるワーププラズマコンジットと、呼ばれるチューブを通り、推進力を生み出すワープナセルへと運ばれる。なお、ワープコアは構成に匹敵するパワーを持ち危険でもある。 ため、1> 第1戦隊と第2戦隊は緊急時には切り離すことができる。戦隊背面側にはシャトルベイがあり、短距離を小型艇のシャトルクラフトを搭載している。宇宙艦の武装は戦隊を保護する防御シールド、ビーム兵器のフェイザー、弾頭兵器の格子魚雷を搭載する。クルーは艦内をターボリフトと呼ばれる縦横に動くエレベーターで移動する。また、 惑星上陸やランデブーした他の宇宙間へ移動する際には母艦やシャトルクラフトで直接移動をするのではなく転送装置というテレポーテーション技術で移動することが多い。劇場版第1作に歴代エンタープライズを記念した絵として登場。スペースシャトルオービタと初代エンタープライズの間に展示されている。同じ絵や模型はスタートレック、エンタープライズや 劇場版第12作にも登場している。他のエンタープライズとは異なり、航行する様子が描かれたことはない。各融合推進を採用した初の恒星艦宇宙船ということになっている。旅客用として、後に957隻の同型船が就航し、同時代において最も成功した旅客用宇宙船となった。最大で1200光年の距離を、 連続飛行でき、航続期間は2年半に及ぶ。以上は、1979年発行の、スター・トレック・スペース・フライト・クロノロジーで与えられた、設定であり、2001年放送開始の、スター・トレック・エンタープライズで語られた内容とは矛盾しているため、注意が必要である。スター・トレック・エンタープライズでは、2143年に、地球連合の宇宙館が、 初めてワープ2の速度に達したことになっているが、XCV-330 はその時点ですでに過去の船となっている。この場合、XCV-330 の最高速度はワープ2未満だったことになる。さらに、ワープ3.2では2年半の航行で82光年しか進むことはできない点でも矛盾がある。また、 950名もの人間を乗せることができるほどの船体規模は明らかに見ることはできない。防水上の主船体を沿環上の推進部が取り囲んでおり、これはマットジェフリーズによる初代エンタープライズの没デザインを流用したものである。特徴的な沿環上の推進部は、ジェフリーズの強力で危険な推進部は他の部分から離れているはずという考えを、 反映しており、この考えは、初代エンタープライズのワープナセルのデザインとして、結実することになる。なお、この円管上の推進部のデザインは、22世紀のバルカン艦のデザインとして流用されている。スタートレック、エンタープライズの主役艦。2063年のゼフラム国連による、ワープ機関発明からおよそ90年、ワープ号エンジンによって、 ついに高速の125倍の速度を実現し、本格的な新宇宙探査が可能となった、地球連合発の宇宙艦である。地球連合から惑星連邦へ移管される前の宇宙、艦隊所属艦であるため USS はつかず、接頭時をつける場合には単に、スターシップと呼ぶ。また、艦球一番艦であるものの艦球は、エンタープライズ級ではなく、NX 級となっており、 二番艦コロンビアも NCC-02 ではなく NX-02 と後の宇宙艦隊所属艦とは宇宙艦の命名規則が微妙に異なっている。その他、階層の故障も第1デッキ、第2デッキと数字ではなく A デッキ、B デッキとアルファベットとなっている。NX-01 はジョナサン・アーチャー船長の指揮のもと。 22世紀のアルファ宇宙域黎明期における10年の任務において、それまで対立していた地球連合、バルカン、アンドリア帝国、テラライトの中を取りまとめ、4種族による惑星連邦の設立に多大な貢献をした。これらの4種族は宇宙大作戦第39話惑星、オリオンの侵略にて初登場し、惑星連邦の創立メンバーとして重要な 立ち位置にいるることがわかるスタートレック、エンタープライズの部隊は、惑星連邦の設立以前であるため、東艦に搭載されている各種装備はどれも、試行錯誤の段階で、後年と比べると非常に未熟である。重力紙技術に関しては、進行方向のスペースデブリを除去する、デフレクター版の技術と艦内の人工重力の技術はあるものの、トラクタービーム、防御シールド、 フォースフィールド、ホロデッキといった高度な重力紙技術はない。防御に関しては防御シールド技術がないため、分局メッキによる走行モード、防御プレートを備え、外部隔壁を分極化フィールドによって、質的に変えることで防御力を上げる。一方で、アンドリア艦やクリンゴン艦には防御シールドが搭載されており、地球の技術が遅れていることが伺える。 加えて防御シールドがないということは、転送に対して無防備ということでもあり、転送技術を持つ異星人の艦内への侵入や、クルーの誘拐などをごく簡単に許してしまう事態が頻発した。牽引に関しては、トラクタービームではなく直接ワイヤーを飛ばす、グラップラーフックを装備している。戦体隔壁が避けた際に艦内を保護する、緊急フォースフィールドはなく、 加えて、ワープ負荷から、船体構造を守る、構造維持フィールドに変わり、管内は、鉄骨のような補強核壁が剥き出しになっている。また、タンパク質再配列機はあるもののレプリケーターは、ない。そのため、備品や機械部品を安易に作ることができず、船体にある、一定規模以上の被害を受けると構成感宇宙になす、術なく漂流するという危険性を常に孕んでいる。 ワープドライブの技術は、ダイリチウムを利用したワープ5エンジンにより、最大速度ワープ5を実現しているものの、この当時のバルカン間の最大速度がワープ7である、ことから、やはり他の主要種族から比べると遅れをとっている。高行速度は、通常時、ワープ3程度、緊急時にワープ4.9といった運用がされていた。スタートレック、エンタープライズ第23話、 追放された者への祈りで、マザール人の追跡から逃れるために、初めてワープ号を記録。第88話、バベル1号星では、ロミュラン人から逃れるために、ワープ号の壁を越えワープ点0 6に達した。そして、第91話、クリンゴン6強と、第92話、優勢クリンゴンでは、クリンゴン人による、破壊工作のためワープ号以下にまで速度を落とせなくなり、 やむなくワープ5.2で航行する。インパルスエンジンは24世紀のものと差はなく、フルインパルス速度は高速の0.25倍である。武装に関しては、弾頭兵器の空間魚雷とソリューシビーム兵器のフェーズ砲を装備している。これらは、航路上のデブリの排斥には十分な威力ではあるが、地球より技術の進んだクリンゴンや、 ズインディラとの交戦には明らかに力不足であった。そのため、就航3年目に危険なデルフィック領域へ赴もむく、最新兵器である、半物質弾頭の格子制魚雷を搭載した。また、驚くべきことに、当館は、宇宙艦隊最初期の宇宙艦であるにもかかわらず、転送装置を搭載していた。当時、転送技術は、かなり高度で、 アンドリア人をはじめとした多くの異星人は、所持していなかった。アーチャー船長は転送装置のアドバンテージを活かして、数々の戦術において優位な戦況を作り上げた。ただし24世紀の転送技術ほど完成されたものではないため、人間を転送するのは、やむを得ない場合のみで、惑星上陸やランデブーした他の宇宙間へ移動する際は、シャトルポッドを使用していた。 また、24世紀の宇宙艦隊所属艦では、当たり前のように可能であった数百人の同時転送、サイトトゥサイト転送、動くシャトルを丸ごと転送収容する、同点ロック、大質量転送といった技術はない。デザインは、ダグドレクスラー、CGI は、エデン FX 社による。最大の特徴は、第二戦隊がないことであり、 第一戦隊から防水上の構造物が日本左右並列に伸び、その後端から左右をつなぐ構造物とワープナセルを支えるパイロンへと続く構成においては簡略タイプとされるデザインで24世紀のアキら級宇宙間に酷似している。そのため第一戦隊の大きさが初代エンタープライズとほぼ同じであるにもかかわらず小さな船に見える。ワープナセルは 声援筒型で、初代エンタープライズのそれに近い形状をしているが、22世紀の未成熟な技術を表現するかのようにワープなせるには、ワープフィールドグリルがなく、内部のワープコイルが剥き出しである。デフレクター板は、第一戦隊の先端にあり、青色に発光する長方形の切り欠き機に、パラボラアンテナ型の皿が設置されている。第五シーズン開始時に改装して、 第2戦隊を追加し、後の初代エンタープライズに近い見た目になる計画があり、実際にデザインもなされていたが、番組が第4シーズンで打ち切られたため実現せず、後にカレンダー等の媒体で公開された。宇宙大作戦と漫画宇宙大作戦、及び劇場版、第1作から劇場版、第3作の主役館。俗に言う、初代エンタープライズである。 23世紀中期における最新鋭のコンスティテューション旧宇宙艦として、ロバート・エイプリル船長、クリストファー・パイク船長の指揮を経て、ジェームズ・ T ・カーク船長の指揮のもと、5イヤー・ミッションと呼ばれる5年間に及ぶ新宇宙探査任務を成し遂げる。スター・トレックシリーズを象徴する宇宙艦であるため、後の作品におけるゲスト出演も見られる。新スター・トレック第130話、 エンタープライズの面影では、墜落した、USS ジェノーランの転送機の中から80年ぶりに、救出された、投館の機関主任のモンゴメリー・スコット大佐が、D 型艦のホロデッキで投館のブリッジを再現し、ジャンリュック・ピカード艦長と、アルデバランウイスキーを飲みながら語り合う。スター・トレック・ディープ・スペース・ナイン第104話、伝説の軸上では、USS ディファイアントが、 タイムトラベルによって、当館と遭遇し、ベンジャミンシスコ艦長らが、カーク船長を暗殺の危機から救うため暗躍した。スタートレック、エンタープライズ最終話、最後のフロンティアでは、D 型艦 NX-01 とともに、最後の締めくくりのワンカットに登場する。スタートレック、ディスカバリー第2シーズンでは、 パイク船長時代の当館が登場し、マイケル・バーナム中サラ・ USS ディスカバリーと共闘する。当館は惑星連邦設立後初めてエンタープライズと名付けられた宇宙館であり、2245年の命名式には、先代の m x 0 1で船長を務めたジョナサン・アーチャー提督が出席したとされている。なお、アーチャー提督は、その翌日に、 ニューヨーク北部の自宅にて他界している。エイプリル船長時代エイプリル船長は宇宙大作戦総合における船長であり、劇中では投艦のコンポーネント構造の建造を監督し、その後の諸女公開と初期の任務で投艦を指揮したと設定されているが、エイプリル船長時代が本編で直接描かれたことはない。漫画宇宙大作戦第22話、 逆流する時間では、75歳となった、エイプリル順将が引退の式典会場に行くため、古巣である、東館に乗船する。道中遭遇した時間逆行現象で、カーク船長ら若い現役クルーが子供に戻ってしまう。中、逆に、前世期の状態となった、彼は、船長席に座り船を破滅から救う。パイク船長時代パイク船長は、 宇宙大作戦第一パイロット版、歪んだ楽園における船長である。歪んだ楽園は主演のジェフリー・ハンターが降板したことでおくらいりとなったが、歪んだ楽園の映像は、第11.12は、タロス星の限界人にいて、過去の記録映像という形で使用され、パイク船長は、カーク船長の前任の船長という設定になった。両話では、 パイク船長時代にタロース4号星で起こった事件の天末が描かれている。スタートレックディスカバリー第2シーズンではタロース4号星の事件から3年後の当館が登場する。第16話議定において原因不明の機能不全を起こした当館は救助に訪れた USS ディスカバリートランデブーしオーバーホールを行うま パイク船長を含む一部のクルーが一時的に USS ディスカバリーに転属することになった。なお、後にカーク船長の指揮下で副長として活躍するスポックは科学主任としてパイク船長に11年仕えた経歴があるが、この時は席こそ投函に置く者の,の行方不明になっており、彼の捜索もまた USS ディスカバリーの目的の一つとなる。 その後オーバーホールを終えた、当艦は再度、USS ディスカバリートランデブーし、セクション31を乗っ取った、人工知能、コントロールの艦隊と激しい戦闘を行った。カーク船長時代、宇宙大作戦と、漫画宇宙大作戦では、カーク船長の指揮のもと、5イヤーミッションと呼ばれる5年間に及ぶ、新宇宙探査任務を行う。その間、 70以上もの未踏の地を訪問し、さらに20以上の文明とのファーストコンタクトを成し遂げた。カーク船長のこの新宇宙探査は脅威に満ちた、数多くの発見を成し遂げ、宇宙艦隊においてその伝説の冒険探を知らぬ、者はいない。デッカー艦長時代劇場版第1作では、ウィラード・デッカー艦長とモンゴメリー・スコット機関主任の監督のもと、 18ヶ月に及ぶ大規模な改装作業を経て新たな姿に生まれ変わる。改装後はそのまま、デッカー艦長が指揮する予定であったが、地球に接近する危険な巨大物体に対処するため、経験豊富な科学提督が呼び戻され船の指揮を取ることとなり、デッカーが指揮することはなかった。なお彼は、宇宙大作戦第35話宇宙の巨大怪獣に登場した。 USS コンステレーションのマットデッカー船長の息子という設定。スポック艦長時代劇場版第2作では、スポック艦長の指揮のもと、宇宙艦隊アカデミーの訓練官として収益していた。クルーのほとんどが、士官候補生という人員連動が不十分な中、科学帝徳に恨みを持つカーンの二演士に率いる、優勢人類らと交戦、スポック艦長が殉職する。 劇場版第3作では損傷を修理せず配管が決定されるが科学テイトクラによって宇宙基地から盗み出されスポックの遺体がある惑星ジェネシスへ向かう惑星ジェネシス軌道上ではクリンゴン艦のバード・オブ・プレイへの襲撃を受けさらに著しく損傷しクリンゴン艦クルーを艦内におびき寄せた上で自爆消失する技術分野に関しては当艦は ワープ期間の性能を向上させるため、ワープコア内にダイリチウム結晶を高度に利用し始めた初期の宇宙艦であり、先代の m x 0 1とは比較にならない高速ワープを実現している。巡航速度はワープ3から5、緊急時にはワープ8から9で航行する。異星人や未知の存在により過度な速度を出させられた場面では、 ワープ10から12といったスピードを強いられたが、いずれも短時間で、かつ、カーク船長やスコット機関主任は、この船は、こんな速度で航行するようにはできていないと言っている。宇宙大作戦第72は、無人惑星の謎では、異星人の破壊工作によるエンジンオーバーロードで当間はどんどん加速していき、スコット機関主任の命がけの修理でんとか、停止させられたが、 その時の最終的な到達速度は、ワープ14.1。船体は、爆発寸前であった。武装は殺傷力の強い素粒子ビーム兵器のフェイザー。ほう、宇宙大作戦。第二シーズンからは、半物質弾頭の格子魚雷も登場する。フェイザーは、新スタートレック以降のオレンジ色のビームと異なり、2本の青白いビームを撃つのが特徴である。その他、 船体を外部攻撃等から守る防御シールド、多船を牽引するトラクタービーム、惑星上陸を非常に安易に行える転送装置、クルーの携帯分析機トリコーダーなど、後の作品にも見られる、スタートレック科学の原型がこの時点で完成されている。なお、パイク船長時代のビーム兵器は、フェイザーではなく、レーザーであり、スタートレック。 ディスカバリーでは2本の青白いビームのことを強化型フェイザーと呼称していた。また、劇中にその場面はないが、宇宙大作戦第34は、死のパラダイスにおいて第一戦隊を分離することが可能であると言及されている。ただし、後の D 型艦のように自力で合体復元することはできない。劇場版第一作には、 1> 第1戦隊分離場面のコンテがあったものの、実際の劇中にその場面は登場しなかった。このコンテに似た場面は、劇場版、第13作のケルビンタイムライン版、初代エンタープライズで見ることができる。当館は、再登場で、デザインがリファインされることが多く、合計3種類ものデザインがある。宇宙大作戦版スミソニアン協会に寄贈された11フィートモデル。 宇宙大作戦に登場した回想前のデザインはマット・ジェフリーズによる。ジェフリーズは円盤とロケットという宇宙船のデザインにおいていかにもありきたりで多くのデザイナーが寄避するものを合体させ、今日でも斬新さを感じさせる全く新しいデザインを生み出した。円盤上の第一船体と円柱上の第に船体を板状のドーサルネックでつなぎ、 第2戦隊の後部から左右に広がる2本の翼のようなパイロンの先端にそれぞれ円柱状のワープナセルが付いた形状をしている。円柱のデッサン要素のみで構成されたこのシンプルなデザインは非常に印象に残りやすい秀逸なデザインで初代エンタープライズを描けないアメリカ人の子供はいないとまで言われたほどである。 このデザインは、後の作品に登場する宇宙艦にもアレンジを加えつつ継承され、スタートレックに登場するすべての宇宙、艦隊所属艦の基本型となっている。改装前の当艦は、円柱要素のみで構成されつつも、全体的に滑らかで、曲線を帯びた女性的な姿をしている。なお、宇宙大作戦のパイロット版においては、ワープナセルセンビーブが、 ボール状ではなく、無数の穴が開いているなど、細部のデザインが微妙に異なる。撮影用模型は、リチャード C ・デーティンにより近接撮影用の11フィートモデル、通常の3フィートモデル、円形撮影用の4インチモデルが制作された。改装前の投刊には、後の作品に登場する刊で特徴となっている、ワープナセルとデフレクター版の青い発光はまだ、見られないが、 視覚的にパワーを感じさせるものとして、ワープナセル先端のバサードラムスクープ内部に回転しながら赤く発光するギミックが仕込まれている。他、高校灯はこの時点ですでに付けられている。当時の撮影用模型は FRP 製ではなく、砂糖末材でできていた。スタートレックディープスペース9の再登場では FRP 製の撮影用模型が新たに作成されたが、 スタートレック、エンタープライズの再登場やリマスター版、宇宙大作戦では CGI が用いられるようになった。なお、宇宙大作戦に使われた11フィートモデルは1974年にスミソニアン協会に寄贈され、現在は国立航空宇宙博物館に常設展示されている。劇場版劇場版、第1作から劇場版、第3作に登場した。 改装後のデザインはジェフリーズが手掛けたスター・トレックフェーズ2のためのデザインをもとにアンドリュー・プロバートの手を得て完成した。改装後の頭間は直線を多用した性感で男性的な姿をしており女性的だった改装前の頭間とは対照的である。清潔感のある細部まで金星の取れたディティールと白い船体青く発光する埋め込み式のディフレクター板 赤く発光する、インパルスエンジン、ワープナセルの青い発光など、24世紀以降の宇宙艦隊所属艦のデザインの原型とも言える要素が詰め込まれており、歴代エンタープライズの中でも人気の高い宇宙艦である。撮影用模型は8フィートモデルが制作された。マジキャム社が当初手掛けたが、納期超過と予算オーバーで解雇され、最終的にはダグラストランブルが、 パネルラインを思わせる、塗装、電色の追加などの回収をして完成した。当初の撮影用模型には金属を思わせる、パール塗装が施されていたが、強い照明を当てると、ブルーバックの青色が表面に映り込むことがわかり、トランブルは少ない照明で撮影しても、宇宙観が目立つ。よう宇宙観自らが、船体に書かれた感銘や、 登録番号を照らすというアイデアを考案した。この感銘や登録番号のライトアップは画面効果が非常に高く、以降の作品に登場する宇宙観にも踏襲されている。なお、パール塗装は後に灰色に塗り直され、強い照明を当てた撮影も行われるようになったため、劇場版第一作とそれ以降の作品では映像から受ける印象が異なる。 スタートレック・ディスカバリー版、スタートレック・ディスカバリーに登場したデザインは、E 型艦と USS ディスカバリーをデザインした、ジョン・イブスによる、宇宙大作戦版のデザインをリスペクトしつつ、スタートレック・ディスカバリーの23世紀連邦宇宙艦仕様に、合わせて大幅に、ディテールアップが施され、全長も442メートルとかなり大きくなった。 ドーサルネックがやや短めに取られ、力強さと、武骨さが加わったほか、噴射口上のワープナセルセンビーブや、後退浴場のパイロンなど、宇宙大作戦のパイロット版や、劇場版のデザインを踏襲している部分もある。ブリッジなど、船内のセットも、宇宙大作戦版のデザインを踏襲しつつ、広大で現代的なものになっている。スタートレック、ピカード第2話、暗躍では、 宇宙艦隊司令部エントランスに展示されている、ホログラムとして、ギャラクシー級と共にこのデザインが登場している。スタートレック、ショートトレック第8話、エフライムドットでも、同じデザインで登場しているが、カーク船長時代の同艦としての登場であるにも、かかわらず、宇宙大作戦におけるデザインと異なる理由については、説明されていない。劇場版。 第5作と劇場版第6作の主役館。劇場版第3作において惑星ジェネシス起動上で自爆消失した初代エンタープライズに代わり、劇場版第4作において大佐に降格となったジェームズ・ティーカーク提督に宇宙艦隊が与えた新たな宇宙艦。心臓艦ではなく宇宙基地にてクジラ探査船によるダメージを修理中だった。 同系官の USS ヨークタウンの艦名と登録番号を書き換える形で初代エンタープライズの艦籍が引き継がれた。この際、初代エンタープライズと区別するために登録番号 NCC-1701 の末尾に A が付け加えられ、これ以後エンタープライズは戦隊更新の際に登録番号全体ではなく末尾のアルファベットのみが更新されていく。 特例的な伝統が生まれた。なお、ヨークタウンは宇宙大作戦走行段階の主役艦の艦名でもある。劇場版第6作では、プラクシスの爆発によって滅亡の窮地に陥ったクリンゴン帝国と惑星連邦とが和平条約を締結する上で、クリンゴン帝国のゴルコン最小を地球までエスコートをする任務を受ける。しかしながら、 惑星連邦にもクリンゴン帝国にも長年の対立による影響から同盟に否定的な者たちが少なからずおり、カーク艦長もまた自分の息子をクリンゴン人に殺害された経緯から明確に同盟否定派であった。不穏な空気の中で宇宙基地を出港した当館はクリンゴン艦トランデブーしギスギスとした会食を済ませる。しかしその直後、 無防備なクリンゴン艦に出所不明の孔子魚雷が命中、クリンゴン艦は機能停止しその最中にゴルコン最小が暗殺されてしまう。カーク艦長とレナードマッコイセニーは暗殺の容疑者としてクリンゴンに逮捕され、流刑惑星、ルラペンテへ送られてしまう。過酷な鉱山から自力で脱出したカーク艦長とマッコイセニーはスポック副長ら残った。 東艦のクルー、USS エクセルシオールのヒカルスール艦長と合流。カーク艦長は自身の偏見を乗り越え、同盟阻止を企む過激派の陰謀を阻止し、クリンゴン帝国との長い和平のきっかけとなる重要な役割を果たした。なお、東艦は3名の大佐が正規の乗務員として乗り込む珍しい宇宙艦であるが、カーク大佐が艦長、スポック大佐が 副長、モンゴメリー・スコット大佐が、機関主任を担当する。初代エンタープライズは老朽化が目立ち、主幹候補生の訓練官を経て、引退をも言い渡されていたが、当館は同じコンスティテューション級宇宙館ではあるものの、ワープコアやコンピュータ、内装が、新型のものに換装された後期型のモデルとなる。ただし劇場版、第5作では、 クジラ探査船によるダメージのためか、十分に性能を発揮できず、スコット機関主任からは、この船は、猿が作ったのかと評されてしまっていた。劇場版、第6作では完璧に整備がなされ、連邦の最新型艦、USS エクセルシオールと肩を並べる活躍をする。デザインは改装後の初代エンタープライズとほぼ同じ。撮影用模型も、 再塗装したものが用いられているが、部品の欠損や修理の関係で、一部のデザインが変更されている。劇場版第6作では、宇宙大作戦のスタッフに敬意を表す形で、改装前の初代エンタープライズと同じ幾何学模様が、第2戦隊の底部に付け加えられた。また、当館から、宇宙艦隊所属艦内装の操作機器類が、ボタンスイッチ形式から、 アクリルガラス張りのタッチパネル形式となる。これは美術担当のマイケル・オクダの考案によるもので、制作費用がかからない上にビジュアルが未来的であることから、新スタートレック以降の作品では種族を問わず、内装美術のスタンダードとなる。これらは俗にオクダグラムと呼ばれている。23世紀の連邦のオクダグラムはブルーとグリーンを基調にした角丸四角形が、 機能的に並べられた形式となっている。劇場版第7作の冒頭に登場。小さめの第一戦隊に長大なワープナセルというスレンダーなシルエットが特徴のエクセルシオール級宇宙艦の5番艦である。艦長はジョン・ハリマン大佐、ソーダ氏は初代エンタープライズのソーダ氏であるヒカル・スール大佐の娘、デモラ、スール少尉が務めている。 映像作品としての登場順としては C 型艦が新スタートレック第63話亡霊戦艦エンタープライズ C にてすでに登場していたが当館は設定のみで劇中未登場でいわばミッシングリンクを埋める形となった劇中登場時間は歴代エンタープライズの中では J 型艦に次いで短い2293年当館は 先代の A 型艦で艦長を務めた、ジェームズ・ティー・カーク大佐、機関主任のモンゴメリー・スコット大佐、航海士のパベル・チェコフ中佐ほか、各種メディアを招いて、出港式と名応募しまでの遊覧処女公開を行う。しかしその道中、当艦は輸送船ラクール号からの緊急救難信号を受信。 救助に向かうという操船を飲み込み破壊しようとする謎のエネルギーリボンに遭遇する。正式就航前の当館はトラクタービームや格子魚雷を搭載しておらず、クルーの数も不十分な状態であった。しかし、転送可能域まで接近し、エネルギーリボンに巻き込まれながらも、エルオーリア人の難民を47名救助することに成功。さらに、 デフレクターバンを改造し、格子魚雷の爆発に近い性質のビームを発射することで、エネルギーリボンからの脱出をも成功させることができた。しかしながら、エネルギーリボンから脱出する際に、第二戦隊の外部核壁が避け、デフレクター制御室にいた、科学大佐が殉職してしまうという、不名誉な経歴を残してしまうこととなった。その後、 体液までの間に142もの成系の探索と、製図の作成を行い、さらに17の文明とのファーストコンタクトを成し遂げたと、されている。当館は、通常のエクセルシオール級宇宙艦ではなく、第2戦隊のバルジや、インパルスエンジン、バサードラムスクープなどが増設された、俗に、強化型エクセルシオール級と呼ばれる数少ないタイプの、宇宙艦である。 大のエクセルシオール嫌いとして知られるモンゴメリー・スコット大佐もこの B 型艦は素晴らしいと述べている。強化型エクセルシオール級宇宙艦を目にする機会はあまりないが、スター・トレック・ディープ・スペース9第83.84は地球海原霊に登場する USS ・ラコタがそれにあたる。エクセルシオール級宇宙艦である B 型艦は歴代エンタープライズの中で唯一。 エンタープライズとしてデザインされた宇宙艦ではないものの、マイナーチェンジがされた強化型エクセルシオール級宇宙艦となっている。なお、新スタートレック放映当時から B 型艦はエクセルシオール級宇宙艦であるという設定は存在しており、B 型艦の会議室にある歴代エンタープライズを記念したレリーフにエクセルシオール級のものを見ることができる。ただし、 このレリーフは強化型ではなく標準型である。強化型エクセルシオール級宇宙艦は、ビル・ジョージが手掛けた USS エクセルシオールをもとに、ジョン・イブスとハーマン・ジマーマンの手を経て完成した。撮影用模型は、イルム社が手掛けた USS エクセルシオールの撮影用模型を改造したものである。劇場版第7作にはエネルギーリボンによって、 第2戦隊に亀裂が入る場面があるが、第2戦隊に張り出したバルジ部分を設けることで、亀裂を入れても USS エクセルシオールの撮影用模型が無傷で残るように工夫されていた。ところが、バルジ部分の接着に用いた接着剤があまりに強力で剥がそうとすると、USS エクセルシオールの撮影用模型も損傷することが明らかとなり、 結局現状復帰はされなかった。そのため、後の作品に登場する強化型でない、エクセルシオール級宇宙艦は、すべて新造された、撮影用模型か CGI である。新スタートレック第63は、亡霊戦艦エンタープライズ C に登場。歴代エンタープライズで、 初の女性艦長となるレイチェル・ギャレット大佐の指揮のもと、就航したアンバサダー級宇宙艦の3番艦である。デッキ数36、乗員数530名と、同系艦の USS アデルファイラと並び、2330年代、当時の最大規模の宇宙艦であった。ギャレット艦長は33歳の若さで当艦の艦長に就任し、12年艦指揮を取った。 2344年、東刊は、ロミュラン帝国とクリンゴン帝国の紛争において、ナレンドラ3号星のクリンゴンのコロニーが4隻の、ロミュラン艦の襲撃を受けた際に立った1隻で、救援に向かうが、奮闘も虚しくロミュラン艦に撃沈されてしまう。名誉を重んじる誇り高きクリンゴン帝国は東刊の犠牲により、惑星連邦を勇気ある。 名誉あるものとして信頼するようになり、逆に防衛手段を持たないコロニーを襲撃した、ロミュラン帝国を卑怯な、恥ずべきものとし、憎むようになる。この一件は、クリンゴン帝国と惑星連邦の友好関係を決定的なものとし、同時に、クリンゴン帝国とロミュラン帝国の決裂をも決定的なものとした。実は、この際、 ロミュラン艦との激しい交戦によって時空の裂け目ができており、著しい損傷を受けた。東艦が時空の裂け目に逃げ込んだ結果、22年後の2366年に時空移動、次世代の D 型艦に遭遇してしまうという異常事態が発生した。さらに東艦の消失によって世界線が変わり、惑星連邦はクリンゴン帝国と同盟関係どころか、 戦争状態に至り、加えて400億人もの死者を出し敗戦寸前という、悲惨な状況になってしまっていた。D 型艦に上艦するエル・オーリア人の外乱は、C 型艦が出現した瞬間から、マンデラ効果による激しい違和感を覚え、ジャンリュック・ピカード艦長に、C 型艦を時空の裂け目に戻すべきだと強く説得する。ギャレット艦長と生き残った。 当館の125名のクルーもまた様変わりした惑星連邦の惨状に事態を重く受け止める。そして元の時代に戻れば自分たちが生き残れる可能性がゼロであることを知りながら勇敢にも自ら時空の裂け目を通って元の時代に戻っていった。これにより世界線は元に戻り惑星連邦とクリンゴン帝国は同盟関係と平和を維持した。なお、 この時の異常な世界線では、D 型艦に、クリンゴン人クルーのウォーフタイがいない代わりに、第23話、悲しみの星に消えたターシャで殉職した、戦術主任、ターシャヤータイが生存していた。正しい世界線では、自分がすでにこの世にいない存在であることを知った。ヤータイは、東館への転属を希望し、二度と戻れない市地である、ことを承知で22年前の世界に移動する。 後実談として、第100.101は、クリンゴン帝国の危機では、ヤータイと同じデニーズ・クロスビー演じる、ロミュラン人のシーラ司令官が登場し、自身が、ヤータイの娘であると告げる。ピカード艦長は、その際、C 型艦に上艦していたヤータイが、ロミュラン帝国の捕虜にされた後に将校に見染められ、シーラを産み、その後逃亡しようとして、命を落としたことを知る。 2280年代に研究されていたトランスワープ実験の成果から数多くのワープ新技術が取り込まれている。この時期からワープファクターが見直され、当館は新基準のワープ8.4の速度を維持できる能力を有している。武装のタイプ9フェイザーは発射装置がレール状に敷かれたフェイザーアレイとなり射撃角度の死角がほぼ解無となった。 ドーサルネックと潜伏のフェイザーバンクは B 型艦のタイプ7フェイザーを再設置している。コンピュータシステムは23世紀のデュオトロニクスコンピュータから超高速演算が可能なアイソリニアオプティカルコンピュータとなり24世紀初期の最先端技術が詰め込まれている。また機動性が高く同時代のロミュラン艦のそれより優れている。デザインは アンドリュー・プロバートが手掛けたコンセプト画をもとに、リック・スターンバックの手を得て完成した。新スタートレック放映当時から B 型艦は、エクセルシオール級宇宙艦であるという設定は存在したため、プロバートのコンセプト画は、エクセルシオール級宇宙艦のような第2戦隊に、D 型艦のようなデフレクターバンを備えた両者の中間的なデザインであり、D 型艦の会議室にある。 歴代エンタープライズを記念したレリーフもこのデザインであった。しかし、c 型艦を実際に劇中に登場させるにあたり、当該話の撮影スケジュールが逼迫していたことから、スタンバックの手によってデザインが簡略化され、第二戦隊はアーモンドのような複雑な形状から初代エンタープライズのような円筒形状に改められた。撮影用模型は、 グレッグ・ジーンにより4フィートモデルが製作され、船体表面には最初からダメージ塗装が施されている。全体的なフォルムは大きめに取られた1000円型の第一船体にコンパクトなワープナセルという24世紀中期の宇宙艦隊所属艦の最もスタンダードな形となっている。ただし D 型艦のギャラクシー級宇宙艦と遠目で区別がつきにくいことから、 アンバサダー級宇宙艦が画面に登場する機会は少ない。また劇中でもアンバサダー級宇宙艦はエクセルシオール級宇宙艦に比べて汎用性に欠け、さらにアキラ級、ディファイアント級、セーバー級、ノルウェー級宇宙艦などの心臓感が多く、就航したなどの理由により置き換え予定であったはずのエクセルシオール級宇宙艦よりも早く退役してしまうという不遇な。 設定が追加されることになった。新スタートレック及び劇場版第7作の主役艦宇宙艦隊の機関として設計された最新鋭のギャラクシー級宇宙艦の3番艦として就航した。新スタートレック以外では、スタートレックディープスペース9第1話聖なる神殿の謎、スタートレックエンタープライズ最終話、最後のフロンティア、スタートレック。 ピカード第一話、記憶にもゲスト出演している。歴代エンタープライズの中では、映像登場時間が、最も長い。ジャンリュック・ピカード大佐の指揮のもとに就航した、当館は7年間にわたる任務において、スタートレックの作品世界を広げる、数々の活躍をなした。新スタートレック第一話、未知への飛翔における神のごとく全能の種族。 旧連続隊との遭遇を発端とし、宇宙大作戦から、おなじみのクリンゴン人やロミュラン人と、惑星連邦の関わり、フェレンギジニア、カーデシア人などの初登場の種族とのやりとり、防具集合隊との遭遇やその地球侵略の阻止など、当館の活躍は、新しいファンの獲得を成し遂げた。なお、ブリッジ等のセットの内装がシーズンを追うごとに、変更され、劇場版。 第7作では、コンソールステーションが追加され、かなり広くなったが、これは技術の進歩に応じて、改装を繰り返しているためとされている。ギャラクシー級宇宙館は、幅広い改造の余地を残した空白スペースをわざと残しているという設定もあり、オーバーホールを重ねるごとに性能が更新されていく様子が見られる。劇場版第7作では、 M クラス惑星ベリディアン3号星の軌道上で、クリンゴン帝国のデュラスケのルーサとベトール姉妹が、指揮する戦闘艦、バード・オブ・プレート交戦。防御シールドの周波数を知られたために、当艦は、敵艦の格子魚雷や、ディスラプターの直撃を受け続ける。辛くも、敵艦を撃退したものの、第二戦隊に集中攻撃を受けたためワープコアに、修復不能な損傷を受け、 第二戦隊は爆発試算する。直前に緊急分離した第一戦隊は、第二戦隊の爆発衝撃波に巻き込まれて、操縦不能になり、ベリディアン三号星の重力から抜けられず大気圏に突入して、地表の森林地帯に不時着した。人的被害は最小限であったが艦は修復不能になってしまい、結果として、歴代エンタープライズの中では、 映像登場時間が最も長い間であるにもかかわらず、最も運用期間の短命なエンタープライズとなった。D 型干渉室後は同系艦の活躍する姿が、スタートレック、ディープスペース9や、スタートレック、ボイジャーでよく見られるようになった。全長641メートル、質量500万トン、デッキ数42。 総容積350万立方メートルという24世紀の惑星連邦間の中では最大規模の船体を誇り1012名もの人々が乗船している。宇宙艦大使館だけでなくその家族や民間人も乗艦できる。LF-41 型のワープエンジンを搭載し最高でワープ9.6もの速度で12時間航行可能7年間。 無補給で活動できる。劇中で全て確認はできないが、3つの医療室と20の転送設備、100以上の科学ラボ、16のホロデッキ、その他、ジム、美容室、10フォワードと呼ばれる、バーラウンジ、子供用の学校を有する。武器は23世紀のものと比較して、格段に大威力となったタイプ10フェイザーを12機装備し、3基の魚雷ランチャーを、 有する。250機搭載する、格子魚雷も、内部の、半物質パケットが増設され23世紀より、破壊力が、より増強されている。防御シールドも単純な重力射壁から、体操シールドとなったことで、船体密着型ではなく、船体周囲を、卵の角上に覆う形となり、より強固に船体を保護する。初代エンタープライズや、 A 型艦に見られた防御シールドはあくまで、船体強度を強化しているに過ぎず、被弾した箇所は防御シールドがあっても黒く、焦げ損傷するが、マルチフェーズシールドは正常に稼働している限り、船体に、ダメージは通らない。コンピュータシステムは超高速演算が可能な、アイソリニアオプティカルコンピュータで、莫大な情報量を、ルカーズと呼ばれる、新たな OS で管理している。 さらにコンピュータは会話認識が可能となり、ユーザーは会話するようにコンピュータに複雑な命令をすることができる。23世紀になかった装備として、ホロデッキとレプリケーターが挙げられる。ホロデッキは、講師とフォースフィールドを使った高度なバーチャルリアリティシミュレーションであり、任務のシミュレーションから娯楽のホロノベルまで多様に利用される。レプリケーターは、 転送技術の高度な応用で、高分子化合物を原料にエネルギーを使って、物質を作り出す技術である。このレプリケーターによって、機械部品、医療薬品、食料や空気などの資材を非常に簡単かつ自由自在に作り出すことができるようになった。さらに当館は高度な船体分離、合体機能を備えており、第一船体と、 第2戦隊をそれぞれ別の艦として機能させた後、自力で合体復元することが可能である。そのため当たり間には、第1戦隊、第2戦隊の両方にインパルスエンジンとスラスターを備え、第2戦隊に戦闘ブリッジと呼ばれる第2の環境を持つ。戦隊分離は、ワープコアに爆発の危険が迫る緊急事態、及び、 敵対種族との交戦時における戦術の一つとして用いられる。主要パワーを生み出すワープコアを有する第二戦隊が、機動力、火力、防御力に優れる一方で、第一戦隊は、推進機構が、インパルスエンジンのみであるために、ワープ推進能力はなく、武器も、フェイザーのみである。そのため、ギャラクシー級宇宙間の基本的な、戦隊分離戦術としては、 民間人などの非戦闘員を第一戦隊に残し、攻撃力の高い第二戦隊で敵を攻撃する、もしくは第二戦隊を放棄する場合の救命ボートとして第一戦隊を利用するの2種類である。ウィリアム・ティ・ライカー艦長は、防具に改造されてしまった、ピカード艦長が指揮する防具キューブとの戦闘時に、戦隊分離の際、 ピカード艦長は、機動力と攻撃力の弱い第一戦隊を無視、するだろうと推測し、裏を書いて見事な戦術を披露した。しかしながら、戦隊分離は、それが必然となる状況が、限定的で、エピソードに取り入れづらく、脚本家には不評であった。また脚本家のロナルド・ディ・ムルアは、D 型艦の多数の民間人や家族を積極的に、 モブキャラとして乗船させる設定は失敗であったと語っており、以降の作品に登場する間ではそういった設定は見られなくなった。子供の上官に関しては、劇中の登場人物の間でも賛否が分かれており、カウンセラートロイが好意的に捉えている一方、ピカード艦長は明確に反対している。デザインはアンドリュー・プロバートが手掛けた、スター・トレック。 フェーズ2のためのコンセプト画をもとに、ハーマン・ジマーマンとリチャード・ジェームスの手を得て完成した。第一船体が声援ではなく横長の楕円型をしており、第二船体も声援筒型ではなく扁平な形状をしている。デフレクター板も横幅の長い楕円型をしており、いわば長さよりも幅を強調したデザインとなっている。パイロンは船体に対し水平に伸びた後に滑らかに、 垂直方向へ湾曲し、扁平な円筒型のワープナセルに接続される。当館は2機のワープナセルの力強い青い発光を、ほとんどの角度から同時に目視することができ、視覚的にパワーを感じさせるデザインとなっている。また、全長が抑えられた当館は、テレビ画面の重要比に最も合致するデザインバランスとなっているため、歴代エンタープライズの中では最も、 テレビドラマにおける画面効果が高い艦である。当艦は楕円形の第一船体が声援に見えるアングルが最も美しいとされ、その優雅な姿から銀河の白鳥とも呼ばれている。撮影用模型については、最初に近接撮影用の6フィートモデルと円形撮影用の2フィートモデルがイルム社によって制作され、このうち6フィートモデルだけが、 戦隊分離が可能である。しかし、6フィートモデルは、ディティールの作り込みが甘く、また壊れやすく、撮影スタッフの評判が悪かったため、第4シーズンからは主に、グレッグジーンが手掛けた4フィートモデルにとって変わられた。4フィートモデルは、第一戦隊に、プレーティングという浮き彫りのような技法が使われており、パネルラインを思わせるデコボコが確認できるのが、 特徴で見分けがつきやすい。4フィートモデルはドレッドノート型の撮影のため改造されたが、後に余分なパーツを外すなどの現状復帰がなされ、スター・トレック・ディープ・スペース・ナインでは USS ・オデッセイや USS ・ベンチャーとして登場している。一方で劇場版第7作には戦隊分離の場面があるため6フィートモデルがディテールアップされて、 再び用いられている。新スタートレック最終話、永遠への旅に登場。旧連続隊が可能性の未来として見せた約25年後の D 型艦。正規の時間軸の D 型艦は、就航8年目にベリディアン3号星で消失しているが、この時間軸ではそれを免れたことになる。ウィリアム・ティライカー提督が廃艦にされそうになっていた10日後。 自身の専用艦にしたもので、古い艦ではあるものの隅々までよく整備されている。大規模な改装がされており、ワープナセルが第2戦隊中央に増設され3機となったほか、第1戦隊背面側ブリッジホール背面に、魚雷ランチャー、左右にキャノン型の高出力フェイザーバンクが2機、第1戦隊潜伏側に、クリーンオン帝国の新型戦艦、 ネグバー級宇宙艦を一撃で打ち貫くほどの大威力を持った超大型フェイザーキャノンが一気増設され、さらに遮蔽装置も搭載されているなど、重装備化し防衛力が大幅に強化されているのが特徴。転送機の性能も非常に優れており、爆発の危険が迫る USS パスツールの乗員をごくわずかな時間で全員収容した。また、ワープ十三で、 高校可能であるが、これは必ずワープ10未満であった24世紀版、ワープ係数とは明確に異なっている。23世紀以前の旧ワープ係数に戻ったのか、何らかのトランスワープ技術となったのかは不明であるが、23世紀、形式ワープ係数であるとすると、ワープ13は、およそワープ9.65ということになる。ワープナセルが3期ある、宇宙間を、 ドレッドノート型と呼ぶ設定はもともと宇宙大作戦終了時からファンジニアいくつかの書籍で触れられていたもので後にパラマウント社が判券認可し公式な商品が発売されている。しかしそれらはいずれも初代エンタープライズのコンスティテューション級をベースとしたドレッドノート型でギャラクシー級をベースとしたドレッドノート型はこれが初登場であった。 デザイナーは不明であるが、グレッグジーンによれば簡単なデザイン画が渡されただけで、あったそうである。撮影用模型は、グレッグジーンが手掛けた4フィートモデルを改造したもので、ある。劇場版、第8作から劇場版、第10作の主役館。劇場版、第7作において、ベリディアン3号星で、激沈消失した D 型館に変わり、新たに登場したエンタープライズ。 ギャラクシー級宇宙艦に代わる新たな機関として設計されたソベリン級宇宙艦の2番艦で防具集合体、トミニオン、カーデシア連合などとの交戦を想定し火力、水力、防御力が格段に強化されている。船体全長は D 型艦より伸びたものの創出量は320万トンと船体の規模は C 型艦より小さくなり D 型艦にあったようなクルーの家族や民間人が同乗するような余剰空間は設けられていない。ジャンリュック・ピカード艦長以下、クルーの多くは D 型艦から引き継がれている。詳細は USS エンタープライズ位を参照。新宇宙探査だけでなく、戦術的任務をも前提とした東艦の隠し武装は D 型艦のそれよりはるかに強力となっている。 フェイザーは、宇宙艦隊最強の7.2メガワットの出力と、対防具用に、自動波動変調機能を持つ、タイプ12フェイザーを12機装備。同時に12発の魚雷を発射できる、魚雷ランチャー5機を備え、通常兵器の格子魚雷に加えて、量子魚雷をも搭載している数少ない艦である。船体外部各兵器は、断熱被膜と遭がれており、 敵艦からビーム攻撃の直撃を受けてもそれを蒸発させある程度弾くことができる。ソベリン級宇宙艦の武装はディファイアント級宇宙艦のそれが踏襲されている。2376年には改装を受け、フェイザーアレイが4機、魚雷ランチャーが5機追加、ワープナセルパイロンの角度修正により全長は685メートルから673メートルとなった。 最高ワープ速度に関しては、D 型艦のように明言されたものはなく、書籍によりばらつきがあるが、2018年発行の、スタートレック、シップヤーズによれば、巡航速度ワープ8、最高速度ワープ9.95となっている。また、当館以降、惑星連邦の宇宙艦のワープナッセルは、コンパクトな形状ものから、長大なデザインのものへと移行した。 これは、新スタートレック第161話「危険なワープエネルギーにおいて、宇宙間が超高速推進する際に、人工的に作り出す強力な空間上の、高校痕跡が狭いエリアに重複することで、時空連続体が、徐々に疲弊し最終的に、空間断裂を起こすことが判明し、ワープ技術の見直しがなされたからである。USS ボイジャーに代表される。 イントレピッド級宇宙艦は、ワープナセルを可動式にし、ワープフィールドの形状を常に調整することでこの問題を解決したが、ソベリン級宇宙艦以降のワープナセルは、固定式でありながら、時空連続体にダメージを与えることなく、高速ワープを可能にしている。また劇中に該当シーンがないため、当館が D 型艦のような船体分離、合体機能を持っているのかは不明。 第一戦隊の船底側には分離ラインらしき深い、スリットは確認できるものの D 型艦と異なり、劇中に登場する艦の断面図表示に明確な分離ラインはなく、さらに第二戦隊にはインパルスエンジンが設置されていないので分離した場合、身動きが取れなくなることが指摘されている。加えて、第二戦隊にはフェイザーアレイが潜伏にしかなく、武装が十分とは言い難い。 また、D 型艦は、大勢の民間人や子供を乗船させる手前、民間人などの非戦闘員を第一戦隊に残し、攻撃力の高い第二戦隊で敵を撃退するという、戦術が有効であったが、最初から民間人や子供が同乗していない、投艦には不要である。デザインは、ジョン・イブス、撮影用模型は、イルム社による。 イーブスお気に入りのエクセルシオール級宇宙間を意識したとされ、縦長の楕円形の円盤部にスラリと伸びた第二船体とワープナセルが接続された、幅よりも長さを強調した力強い、流線型デザインとなっている。ワープナセルは円筒型ではなく、完備に行くにつれて、細くなる三角柱型をしており、加えて青く発光する、ワープフィールドグリルが側面ではなく、 背面となっている。イーブスによれば D 型艦がキャデラック、E 型艦がポルシェであるらしい。また、劇場版第2作において初代エンタープライズのドーサルネックが攻撃される場面を見て以降イーブスは細い首は危険だという考えを持っており結果として第1戦隊と第2戦隊が直接つながったデザインとなっている。スタートレック ボイジャーの主役艦、USS ボイジャーも同様にドーサルネックのない艦であるが、イーブスは当艦をデザインをする際に USS ボイジャーのデザインを見ておらず、そのためドーサルネックのない宇宙艦隊所属艦のデザインの流れは偶然の産物とも言えるものであった。また、当艦のデフレクター版は D 型艦や USS ボイジャーと比較するとかなり小型で、かつ発光色が黄色で、 他の連邦艦とは異なる。これは劇場版第8作の脚本上、デフレクター版の上で、白兵線が行われるために実物大のセットを組まなければならなかったことと、青い発光では緊迫感のある場面にならないことに由来する。撮影用模型は8フィートモデルが作られた。ただし、撮影に使われたのは1996年の劇場版。 第8作のみで、1998年以降の、スタートレックは、テレビドラマ、劇場版を問わず撮影に、模型は使わなくなり、劇場版、第9作からは全て CGI で描かれている。劇場版、第10作では、CGI が、デジタルドメイン社の担当となった関係もあり、魚雷ランチャーやフェイザーアレイの増設、パイロン角度変更など一部のデザインが、 マイナーチェンジされている。パイロンの角度が変わったために、全長は673メートルとなり、デッキ数も劇場版第8作では全24デッキと言及されていたが、劇場版第10作では全29デッキになっている。テレビシリーズや劇場版などの本編には未登場のエンタープライズ、オンラインゲーム、スタートレックオンラインに登場している。 F 型艦は、オデッセイ級宇宙艦の2番艦で、歴代エンタープライズ発のアンドリア人の艦長、バケルション大佐が指揮する。当艦は、シーズン5で、初登場後、主人公を支える、名艦として、活躍を続けたが、シーズン10.5の地球軌道上の戦いで大破し、長期間のドック入りとなってしまう。その後、機関部長キラヨシ・オブライエン少佐発案による、 大規模なアップグレードがなされ、最新鋭の第6世代型宇宙船ヨークタウン級宇宙艦として申請し、シーズン14で再登場を果たす。実に4年ぶりの登場であった。詳細は、USS エンタープライズ F を参照。デルタ宇宙域深部から帰還した USS ボイジャーが惑星連邦へ持ち帰った。 トランスワープ技術、量子スリップストリームドライブが導入されている。当館はこの技術により、高速の数百倍の速度で移動する通常のワープを、はるかに量がする、高速の数十万倍というトランスワープ速度での移動が可能となった。量子スリップストリーム技術は、スタートレック、ボイジャー第94話裏切られたメッセージにおいて、 USS ボイジャーが自身を陥れようとした偽の宇宙艦隊所属艦 USS ドーン・トレスから入手したものである。USS ドーン・トレスはワープコアで作られたパワーがワープコイルではなくメインディフレクター版に直結しており、しかもワープコアは半物質を使っていないという全く新しい構造をしていた。第100話 過去を救いに来た男において、USS ボイジャーは6万光年先の地球へ帰還するべく、自身のワープエンジンを改造して、量子スリップストリームを試みるものの、安全に運用することができなかった。しかし、このオデッセイ級宇宙館はこの量子スリップストリームの実用を前提として設計され、二つのドーサルネック構造により、量子スリップストリームを安全かつ安定して、 実用することが可能となっている。ゲームの企画の一環としてデザインは一般公募された中からプレイヤーによる人気投票で決定された。このコンテストは開発会社と CBS との公式な共同開催イベントであり公募されたデザインの選定、缶やクルーの詳細設定には CBS が関わっている。選ばれたのはアダム・イールによるデザインで、イールの名前は オデッセイ級の主任設計者という役どころでゲームに登場している。当館は USS Voyager のような弾丸形状の第一戦隊 D 型艦のような、扁平な第二戦隊 E 型艦のようなスラリと長いワープナセルを持つ。インパルスエンジンなど第一戦隊の各所ディティールは E 型艦のそれに似ている。最大の特徴は戦術のデュアルドーサルネックで、 第一戦隊が、リフレクター板を左右から両手で包むかのように、第2戦隊と接続する。そのため、第一戦隊と第2戦隊の間には、トンネルのように空洞がある。このような構造は、旧来、オーベルト級宇中間にのみ見られた。スタートレック、エンタープライズ第70は、爬虫類族の攻撃に登場。とはいうものの登場は一場面のみ、しかも、 船内通路のセットのみであり、航行する艦の姿を見ることはできない。劇中で確認できる全体像は、船内図表示がわずかな時間映るのみである。26世紀のエンタープライズで、全長3210メートルという巨大な世代交代型新宇宙探査官。異次元宇宙からの侵略者である球体創造者との戦闘に参加した。 24世紀最大規模の宇宙艦である D 型艦の約5倍の全長を有する非常に巨大な艦。艦内には大きな公園や観楽街、大学までもがあり、艦内移動はターボリフトの他に転送で行われることも多いとされている。J 型艦は D 型艦のような船体に対して横向きに長い楕円形の巨大な円盤部に 非常に線の細いパイロンとワープナセルがついた形状をしている。このパイロンはワープナセルを貫通している。また、第二線体がとても小さく NX-01 のようにディフレクター板が円盤部間種についているのも特徴となっている。全長、全幅はキロメートル単位と長大であるが前高はそれほどでもなく、扁平なデザインとなっている。デザインは ダグドレクスラー CGI はエデン FX 社による劇中では未来のプロシオン後の戦いの場面というものの歓迎を描いた特撮場面が全く登場しないという扱いであったが後になってドレクスラーらが毎年制作しているカレンダーシップス・オブ・ザ・ラインの2005年版に全体像が掲載されたほかトッド・グ・ウィンらによる宇宙船の解説番組 トレックヤーズにドレクスラーが自ら出演、解説を行うとともにワープ高校場面などの映像が公開された。劇場版第11作ではタイムトラベルとそれに伴う大規模な歴史改編が描かれており、以前の作品とは異なる歴史をたどった平行宇宙が舞台となった。そのため登場するエンタープライズも外見や経歴が微妙に異なっている。なお、 CBS は、劇場版、第11作に始まる平行宇宙を、宇宙大作戦の世界特別し、ケルビンタイムラインという正式呼称を設けている。これに対し、宇宙大作戦の世界は、プライムタイムラインと呼称される。来歴劇場版、第11作から劇場版、第13作の主役館。巨大なロミュラン館のナラーダ号が24世紀末から、 タイムトラベルしてきた影響で、PT と異なる姿となった初代エンタープライズ。収益は PT より13年、遅い2258年となった。建造も衛星軌道上のサンフランシスコ造船所ではなく、地球上のリバーサイド造船所で行われ、地上から宇宙に進む中している。同景観の存在は映画では描写されていないが、劇場版。 第11作と劇場版第12作の間の物語として発売されたゲームでは同警官が12隻登場している。劇場版第11作ではクリストファー・パイク船長とスポック副長の指揮の下宇宙艦隊最新鋭の機関として就航する予定であった。しかしバルカンから緊急救難信号を受けたことにより、 予定を前倒しして、就航式もせずに、進む中する。バルカンでは巨大なロミラン採掘艦、ナラーダ号が待ち構えており、その圧倒的火力の前に、パイク船長のラチとバルカンの破壊までも許してしまう。一方で、士官候補生のジェームズ・ティー・カークは、PT の24世紀末から、タイムトラベルしてきた、スポック大使と遭遇し、 ナラーダゴーと、その指揮官のネロ船長もまた100年後の未来から、やってきたと告げられる。ネロ船長は、ロミュラン帝国の母星ロミュラスの滅亡が、惑星連邦の責任であるという恨みを持ち、事故で23世紀半ばに飛ばされたことに乗じて、惑星連邦を滅亡させ、より強大なロミュラン帝国の確立を目論んでいた。100年後のテクノロジーを持つ、 ナラーダ号に苦戦を強いられるものの、カークは、スポック副長と力を合わせパイク船長を救出、打捕されていた、スポック大使の船を奪取し、地球の破壊を阻止することに成功する。その功績により、カークは25歳の若さで大佐に特進し、同じく昇進した、パイク帝督に代わり、当館の船長に任命される。劇場版、第12作では、 カーク船長はマーカス提督からロンドンのデータセンターと宇宙艦隊デイストロム研究所を襲撃したジョン・ハリソンという男の暗殺任務を受けクリンゴン帝国の母性クロノスへ向かう。ハリソンはカーク船長の敬愛するパイク提督の命をも奪っており、カーク船長はハリソンに対して強い像を持っていたもののスコット機関部長やスポック副長の説得もあり、 暗殺することなく逮捕するにとどめる。捉らえられたハリソンは、自身が20世紀生まれの遺伝子強化された、優性人類カーンの二縁神であり、マーカス・テ督クが来たるべき戦争に備えて、自分を人工島民から蘇らせたと告白する。その後、USS ・ベンジェンスに乗って現れた、マーカス・テ督クは、カーンに脅威を感じつつも何とか利用できないかと彼のダッシュを画策し、 カーク船長を追い詰める。しかし、結局、USS ベンジェンスに乗り込んできたカーンに、殺害されてしまい、宇宙艦を得たカーンは当艦をも破壊しようとする。当艦は撃沈こそ免れたものの大きなダメージを、負ったことで地球の重力に捕まり墜落しかかって、しまうが、カーク船長が、決死の覚悟で、ワープコアを修復し危機を脱する。カーンは、 再度人工島民状態にされ、修復された、当館は、カーク船長の指揮の下ファイブイヤーミッションと呼ばれる5年間に及ぶ、新宇宙探査任務を開始する。劇場版、第13作では、立ち寄った、惑星連邦領域外縁近くの、ヨークタウン宇宙基地で、カラーラという異星人からの救難信号を受け、未知の星雲内の M クラス惑星アルタミットを目指す。 アルタミット軌道上に到着した、当館は、そこで、数千隻にも及ぶ蜂のような小型宇宙帝軍の、襲撃を受ける。フェイザーも、格子魚雷も防御シールドも、このような広範囲に群がる敵に対しては全く、効果的ではなく、群れの集中的な突撃でまずレフレクター板が、破壊され、ワープなセルパイロンも引きちぎられ、 さらにはどうさるネックも引き裂かれて第一船体だけになってしまう。船体にめり込んだ小型艇からの侵入者にも襲われ、艦が機能を失う中、カーク船長はギリギリまでクルーを逃がし最後に脱出ポッドで脱出。その後、はぐれたクルーの探索と侵入者の目的の異物を探すためにカーク船長は パベルチェコフ公開士とカラーラと共に深い森を進み、墜落した第一戦隊に戻る。そこで、カラーラの裏切りにあった、ー学船長は、姿勢制御スラスターを、フェイザー射撃で強引に起動させ、第一戦隊をひっくり返し、カラーラを下敷きにすることに成功した。しかし、同時に当館は、完全に修復不能になってしまった。性能防御、シールド。 フェイザー砲、光子魚雷、転送、通信機など、搭載されているテクノロジーは、PT 版初代エンタープライズと A 型艦のそれらをそのまま踏襲しており、24世紀にあった、ホロデッキやレプリケーターのようなテクノロジーの描写はない。防御シールドは、D 型艦、E 型艦に見られた船体を覆う、卵の角上のシールドではなく、 PT 版や A 型艦に見られた単純に、船体強度を強化しているのみの、船体密着型シールドである。フェイザーは、D 型艦、E 型艦のような数秒間照射する、長い一直線のビームではなく、劇場版、第2作で見られた、短めに発射したビームを連射する形式になっている。格子魚雷は、ペレット状のものから、ミサイル状のものとなり、 発射された魚雷の演出も単純なオレンジ色の光弾ではなく弾頭が描かれる。転送技術は24世紀のものと比較すると未熟で、一回の転送に時間がかかるほか、動く対象をロックすることができない。一方で、PT 版初代エンタープライズや A 型艦には見られなかった惑星への直接上陸能力を持っている。転送装置を持つ宇宙艦隊の艦は、 基本的に宇宙で造船されるため、惑星に巨大な母艦ごと直接降下する必要はなく、PT でもイントレピッド級やディファイアント級などの一部の、艦級が可能なのみである。また、ワープ速度が、極めて速く、劇場版、第11作では、地球からバルカンがまでを、劇場版。 第12作ではクロノスから地球までをわずか数分で移動するなど、それまでの科学設定と明らかに矛盾した描写が見られる。当館や劇場版第12作のドレッドノート級が PT の同時期の館に比べてオーバースペックになったのは USS ケルビンがナラーダ号と遭遇したことにより危機感を感じた惑星連邦が 技術の開発を急いだことと、USS ケルビンの生存者が、未来のロミューラン艦である、ナラーダ号のスキャンデータを持ち帰ったことによると、されている。クリンゴン側も不調を起こした、ナラーダ号を一時露覚したため、惑星連邦とクリンゴン帝国の間で、大きな技術格差が発生することはなかった。なお、劇場版、第十二作の前日段として発売されたコミックでは、 2258年に収益した当館は、ナラーダ号のデータから解析された未来の技術を導入するため、新規に建造された二代目のエンタープライズであるとされている。また、劇場版第12作の削除場面においては、PT 版初代エンタープライズと全く同型の館の模型が、マーカス定クのオフィス天井に飾られている場面がある。劇場版、 第12作で深刻なダメージを負った後は、およそ1年に及ぶ修理と改装を行っており、第1戦隊後端のインパルスエンジンの形状などが変更された。劇場版第13作では、ドーサルネックやワープナセルの小型化などが施されており、全体のプロポーションが異なっている。デザインデザインは、ライアン・チャーチ、CGI は、イルム社による。 KT 版初代エンタープライズは PT 版初代エンタープライズを呼び同 A 型艦のデザインを掛け合わせ21世紀らしいスタイリッシュなフォルムに進化させたものとなっている。第1戦隊は PT 版 A 型艦、第2戦隊とワープナセルは PT 版初代エンタープライズに近い形状をしている。第1戦隊のデザインは PT 版 A 型艦とほぼ同じであるが 直径が拡張されリム幅もやや厚みを増しているほか、潜伏側の NCC-1701 の表記がなくなっている。インパルスエンジンは直線でデザインされていた PT 版や A 型間と異なり、滑らかな曲線で構成されており、PT 版初代エンタープライズに近い。なお、 当館ではこれまでの作品では見られなかった、インパルスエンジンやスラスターからのパワフルな排熱の演出がよく見られる。第2戦隊は PT 版 A 型艦よりずっとスリムになった反面、ワープナセルが第2戦隊に匹敵するパワフルな太さとなり E 型艦のように完備に近づくにつれ細くなり長さを強調している。ワープナセルには青く発光するワープフィールドグリルがなく、 PT 版初代エンタープライズのデザインを踏襲している。また、ワープナセル先端のバサードラムスクープは赤い発光と異なり青い発光となっているものの、ラムスクープ内部のパーツが回転するギミックがあり、これも PT 版初代エンタープライズのデザインを踏襲しているディティールである。パイロンは直線ではなくわずかに上向きに湾曲しており、加えてワープナセルとの接続部分が なせる中腹ではなく監視側にかなり寄っているのも特徴である。デフレクター版は PT 版初代エンタープライズ同様のパラボラアンテナ型であるが E 型間のデフレクター版のような複雑な形状をしており、かつパラボラアンテナ自体が青く発光する。PT 版初代エンタープライズと A 型間の弱点とも言われていた細いドーサルネックは太めになっており、 サルネック背面は、完備のシャトルベイシャッターまで、なだらかにつながっている。フェイザーバンクや、魚雷ランチャー、ドッキングハッチなどの機関ディティールの配置は、PT 版や A 型艦と同じ位置になっている。全長に関しては、デザインの段階では、PT 版や A 型艦と、同規模の366メートルとなっていたが、製作の段階で725メートルと、設定し直された。 この場合 D 型艦よりも大型な艦になるために、船体規模に合わせて、ドッキングハッチや戦争、スラスターなどのメカをそれ相応の大きさにするリファインが必要なのであるが、制作陣はこれらを全く修正することなくそのまま拡大した。そのため、各種ディティールが非常にオーバースケールで、これまでの連邦宇宙艦のデザイン基準を無視するような矛盾が生じており、議論の的となっている。 劇中での描写にも一貫性がなく、場面によって大きさが異なっているように見える。具体的な例としては、広大なシャトルベイが挙げられる。劇中では、全長10メートル以上あるシャトルが10機以上、横向きに2段2列に格納されている。そのため、第2戦隊の幅は約40メートルと目算でき、この場合の全長は725メートルである。また、 ホールウェイと呼ばれる第一戦隊中央の複数デッキを貫く吹き抜けや広大な機関部も全長が725メートルでないと説明できない。一方で全長が366メートルでないと説明できない例としては第一戦隊外縁のリム幅やドッキングハッチの大きさが挙げられる。劇場版十二作目で戦隊外深く壁が避けた時に確認できるが、 1> 第1戦隊外縁のリム幅は2列キ分に相当し、この場合の全長は366メートルである。さらにドッキングハッチの大きさに関しては、カークとマッコイが、海中から帰還した場面から A 型艦同様に、直径2メートル程度であると目算でき、そこから逆算すると366メートルとなる。また劇場版13作目では広大な機関部の場面がなく、 序盤で、カークとマッコイがウイスキーを飲む場面の戦争の大きさ、ヨークタウン宇宙基地を進む、東館と、同基地内のビル群の対比、敵の小型船のサイズ等から全長366メートルに、見える。ミニチュア玩具を発売する各メーカーの表示にも異さがあり、全長302メートル、366メートル、725メートルと、統一性がない。ただし、 スタートレックオンラインに同級が登場するにあたり、開発メーカーで宇宙船 CG モデリングを担当しているトーマス・マローンが、半券元である CBS から提供された設定では、725メートルが正しい大きさであるとされている。来歴劇場版第13作のラストシーンに登場。献身的な活躍で、 ヨークタウン宇宙基地を壊滅の危機から救ったものの、宇宙艦を失ってしまったジェームズ・ティー・カーク船長へ、同基地のパリステイトクの計らいで送られた、心臓艦。同基地で建造中だった、コンスティテューション級宇宙艦をエンタープライズと命名する形となり、この際、KT 版初代エンタープライズと区別するために、登録番号、NCC-1701 の末尾に、 A が付け加えられた。クルーの多くは KT 版初代エンタープライズから引き継がれている。なお、ヨークタウン宇宙基地の名称は、PT 版や A 型艦が USS ヨークタウンの船名を書き換える形で用意された宇宙艦であったことによるオマージュである。性能消失した KT 版初代エンタープライズと同じコンスティテューション旧宇宙艦ではあるものの第一戦隊や、 ワープナセルなどを中心にマイナーチェンジがなされた新型モデルとなっている。劇中ではパリス提督のエンタープライズを上回る艦を建造中だけど、まだ完成していないわというセリフがあり、より性能が向上していることが示唆されている。デザインデザインはシーン・ハーグリーブス、CGI はイルム社による。全体的な姿は KT 版初代エンタープライズに似ているが、 各ディティールがかなりアレンジされ PT 版初代エンタープライズを彷彿とさせる姿となった。第一戦隊はリム部分が垂直ではなく艦艇に向かってかなり鋭く斜めに切り込まれておりワープナセルの形状も非常にシンプルなものとなった。パイロンはロミュラン艦を思わせるような鳥の浴場になりワープナセルとの接続部分も KT 版初代エンタープライズより、さらに監視側となっている。宇宙大作戦第33話、イオン嵐の恐怖では、共造宇宙が登場する。共造宇宙は、粗暴な地球人が、侵略的なテラン帝国を形成した、平行宇宙であり、惑星連邦は存在しない。科学船長はそこで、テラン帝国宇宙艦隊所属の、ISS エンタープライズに遭遇する。 こちらの宇宙のクリーンゴン帝国のように戦闘を好むて、乱帝国の持つ ISS エンタープライズは、武装が大幅に強化されているのが特徴となっている。なお、ISS とは、インペリアルスターシップを略した、感染窃盗時である。スタートレック、エンタープライズ第94.95は、暗黒の地球帝国に登場。22世紀のテラン帝国の帰還。 構造は、こちらの宇宙の NX-01 とほぼ、同じであるが、ロミュラン艦のような遮蔽装置と脱出ポッドを搭載し、船体に、剣と地球というテラン帝国の国章と稲妻のような、文様が描かれている。船長は、マクシミリアン・フォレスト大佐。2155年、ソリア連合は、トリコバルト弾頭によって、宇宙空間の亀裂を起こし、 平行宇宙の23世紀から USS ディファイアントを打破することに成功する。この情報を入手したジョナサン・アーチャー副長は、この宇宙間に使われた未来の技術が反乱軍鎮圧の力になると確信し、フォレスト船長に反旗を翻し、10日後、ソリア領域へと向かわせた。アーチャー副長らは USS ディファイアントを発見し確保しようとするが、その間に当館は、 ソリアンウェブに捕らえられ、集中砲火を浴びて撃墜されてしまう。宇宙大作戦第33は、イオン嵐の恐怖に登場。23世紀のテラン帝国の帰還。2267年、転送装置が、イオン嵐の影響を受け、ジェームズ・ T ・カーク船長と、部下数人らが、共造宇宙のカーク船長らと入れ替わってしまう事態が、発生した。 カーク船長によって惑星連邦の理念を伝えられた共造宇宙のスポック副長は後に20年以上の年月をかけて地球帝国の改革を推進する。セットの小道具として歴代エンタープライズを記念した模型や絵が飾られていることがあり、その中に史実のエンタープライズのいくつかも登場する。劇場版第一作とスタートレックエンタープライズに 歴代エンタープライズを記念した絵として登場したほか、劇場版第7作では、ウォーフタイの少佐昇進を祝うホロデッキでの式典に登場。実際の撮影には、レディワシントンというブリッグが使用された。史実では、史上初めてエンタープライズの名を付けられた船は18世紀初頭のイギリス海軍の軍艦である。もともとは、 ラントルプリズというフランスの24門フリゲートで1705年に露革、解明された。また、史上初の USS エンタープライズはアメリカ独立戦争に参加した大陸海軍のスループで1775年にイギリス戦場時が露革、解明されたものである。劇場版第一作に歴代エンタープライズを記念した絵として登場。史実では アメリカ海軍所属の航空母艦。アメリカ海軍の伝統に従い、当艦も USS エンタープライズと呼ばれる。第二次世界大戦では、姉妹艦のヨークタウンやホーネットが日本海軍との戦闘で撃沈されたのに対し、当艦は終戦時まで健在であり、戦争後期は対日反抗作戦の主力空母として大量に建造された。 SX 級空母などと共に活躍した。ただし、終戦時は、沖縄戦時の日本軍側の航空、総攻撃作戦である、菊水作戦において、1945年5月14日に、日本海軍の神風特別攻撃隊の体当たり攻撃により大破したため、アメリカ本国において修理中であった。新スタートレックと、スタートレック、エンタープライズに、 歴代エンタープライズを記念したレリーフや絵として登場したほか、劇場版第4作では舞台の一つとして登場し、原子炉から大リチウム結晶の再結晶化に必要な放射線を得るため、チェコフとウフーラが潜入した。なお、当館は撮影許可が降りていたにもかかわらず、急遽作戦行動に入ってしまったため、実際の撮影にはレンジャーが使用された。 史実では、アメリカ海軍所属の世界初の原子力航空母艦、CV-6 と同じく、当艦も USS エンタープライズと呼ばれる。1973年から1974年における、ブレマートンでの修理の際には、宇宙大作戦のビデオテープが当艦に供給され、艦内のテレビシステムで上映されるなどクルーのレクリエーションに用いられた。 劇場版第1作とスタートレックエンタープライズに歴代エンタープライズを記念した絵として登場。スタートレックディープスペース9や劇場版第12作でも宇宙飛行の発展を記念した模型として登場している。史実ではアメリカ航空宇宙局が開発、運用したスペースシャトルオービタの初号機。当初は コンスティテューションと名付けられるはずであったが、トレッキーたちがエンタープライズと命名するように、署名運動を行い、この名前となった。初号機ではあるが、滑空その他の試験を目的としたプロトタイプであり、大気圏外には出ていない。スタートレック、ディープスペースナインには、当機がドッキングした状態の国際宇宙ステーションの模型が登場することから、スタートレックの世界では、 大気圏外へ飛行可能なように改装されたと推察されるが、史実では実現しなかった。2013年にアメリカ航空宇宙局のある研究チームが提示したナインズエンタープライズはイメージのベースとして、後に XCV-330 に流用された初代エンタープライズのボツデザインを参考にしたものであり、スタートレック関連イラスト作品を数多く、 描いているアーティストのマークレドメーカーがその画像の制作に参加している。ありがとうございます。